プロフィギュアスケーター羽生結弦の最新写真集、羽生結弦、放置新聞社、撮影、矢口徹、テキスト高木恵が、ファン待望の7月19日に発売されます。この写真集は、羽生結弦のプロ活動を詳細に振り返る内容となっており、地元仙台での練習風景、公開練習、シェアプラクティス、初のワンマンショー、プロローグ、宮城での、ノートステラタ2023、ファンタジーオンアイス2024、RE プレイ、ツアーまでが収録された豪華な一冊です。大型正方形写真集の魅力。今回の写真集は、過去に発行された2冊同様、10×297mm の大型正方形フォーマットで、羽生結弦の迫力ある姿を最大限に楽しむことができます。公開されている写真からも、新たな羽生結弦の魅力を発見できるとファンの間ですでに話題となっています。特に、大きなフォーマットにより、細部まで鮮明に映し出される羽生結弦の表情や動きに注目です。矢口徹カメラマンとの特別な関係。この写真集のカメラマンである矢口徹氏は、羽生結弦のプロ転向に大きな影響を受け、スポーツ報知を辞めてフリーカメラマンとなりました。矢口氏は、羽生結弦という存在をリスペクトしています。その美しい佇まいも気持ちの尊さも、そのまま伝えたい。できるだけナチュラルに、等身大の彼の姿をしっかり写し取っていきたいと語っています。その思いが込められた写真集は、ファンにとっても特別なものとなるでしょう。プロ転向記念日に合わせた発売。今回の写真集が発売される7月19日は、羽生結弦がプロ転向を発表した記念日でもあります。この特別な日に写真集を発売することは、放置新聞社と羽生結弦との強い信頼関係を示すものです。ファンからの期待と熱い声、多くのファンがすでに予約を済ませており、写真集の発売を心待ちにしています。特に矢口徹カメラマンの作品は、羽生結弦の美しさと表現力を最大限に引き出しており、毎回期待以上のものを見せてくれると評判です。プロとしての羽生結弦の歩みを振り返るこの写真集は彼の2年間の集大成とも言える内容で、ファンにとっても見逃せない一冊となること間違いありません。注目の収録内容、写真集には、羽生結弦のプロ活動初期からの歩みが詳細に収録されています。特に、シェアプラクティスからの写真は、プロアスリートとしての新たな一面を垣間見ることができる貴重なものです。矢口カメラマンが仙台で撮り下ろした練習風景、宮城での、ノートステラタ2023、ファンタジーオンアイス2024、RE プレイ、ツアーの様子など、ファン必見の内容が満載です。ファンの熱いコメント、すでに公開されている写真だけでも、新たな羽生結弦さんの魅力を発見できそうな予感がして楽しみです。プロになってから一体何冊の写真集が発売されたのでしょう。アイドルや俳優さんでも、こんなに出る方はいないんじゃないでしょうか。と、多くのファンが期待を寄せています。また、矢口さんの写真は、躍動感があって男らしくて綺麗。でも、私は儚い面も感じます。スケートに一生懸命に向き合う羽生結弦さんの瞬間が、写真に美しく切り取られています。と、ファンからの熱いコメントが寄せられています。まとめ、羽生結弦の最新写真集、羽生結弦は、プロ転向後の彼の活動を網羅した豪華な一冊です。矢口徹カメラマンの美しい写真と高木恵のテキストで綴られるこの写真集は、ファンにとっての宝物となることでしょう。7月19日の発売日が待ち遠しいですね。ぜひこの機会に、羽生結弦の新たな魅力を発見してみてください。発売日まで待ち遠しいですが、この写真集が手元に届く日を心待ちにしながら、羽生結弦の新たな一面を楽しみにしているファンの期待が高まります。羽生結弦の写真集は彼のプロとしての歩みを追体験できる貴重な一冊となることでしょう。